綱を持った男たちが海へ入っていきました。海に向かって進む高さおよそ 6.5 メートル、重さ 2.5 トンを超える巨大な山車。半田市の浜辺で亀崎潮干祭りが行われ、大勢の親子連れらでにぎわいました。江戸時代から300年以上続き、ユネスコの無形文化遺産にも登録されているこの潮干祭り。見どころは山車が海へと進む海浜引き下ろしです。祭りの保存会によりますと、祭りが始まった頃、浜辺を通らないと目的地の神社にたどり着かなかった名残から、今もこの伝統が続くと言われています。この3年間新型コロナの影響で行われていませんでしたが、完全復活です。 2.5 トンの山車が100人を超える男たちによって引かれ、波打ち際を進みますが、濡れた砂浜に足を取られ止まってしまう場面。応援でしょうか、続々と男たちが集まってきます。応援の男たちが加わり、山車が動き出すと、観客からは大きな拍手が起きました。盆と正月よりやっぱ亀崎はもう祭りが一番盛り上がる時期なので、海に入るってだけでテンション上がるので、絶対他では見れない景色なんで、しかも今日天気がいいのでね、すごい写真も映えて最高です。皆さんで協力してやってこう動かしたりしてるのはやっぱりちょっと感動的でしたね。潮干祭りは明日も行われます。